皆さん3月も終わりに近づき、桜の便りも聞かれる頃になりましたけれども、今週のですね木曜日から、東京国際展示場、通称ビッグサイトで開催される東京国際アニメフェア2010のことについて今日はお伝えしたいと思います。今年のですねアニメフェアのジブリブースのですね目玉になるのはもちろん仮暮らしのアリエッティになります。仮暮らしのアリエッティのコーナーではですね、セシル・コルベルさんのプロモーションビデオや現在劇場で公開されている予告編などを大画面で見せる予定です。それからですね、いくつか作られているんですけども、なかなか入手ができなくなっている、それからですね今後4月に発売される前売り券に添付というかですね、プレゼントされることになったミニ本なんかもですね、これもたくさん並べてですね手に取って皆さんに見ていただけるようなコーナーも作る予定です。それからですねその次目玉になるのがこの仮暮らしのアリエッティ×種田洋平展の情報です。ようやくですねメインビジュアルも決まりましてですね、皆さんにその画像とですねそれからこんなことをやりますという内容についてを詳しく展示で説明する予定ですので、これも楽しみに見に来ていただければなと思っております。それからジブリ美術館ライブラリーとして、今度 DVD で発売になるバッタくん街に行くのコーナーもあります。こちらには貴重な当時の、原画を含めたですねいろいろ日本で公開された時の当時の資料とかですね、たくさんレアな貴重なものをですねケースに入れて展示する予定ですので、これも見に来てほしいです。また7月に公開する赤毛のアン、グリーンゲイブルズへの道、これのですねビジュアルも決まりましたし、これについての解説のコーナーなんかもあります。これも楽しみにしてほしいと思っております。その他ですねブルーレイのデモコーナーというのもありまして、スタジオジブリのブルーレイ作品、崖の上のポニョなんかのですね実際の映像を大画面で見てもらうコーナーもありますし、先日告知が始まったですね、風の谷のナウシカ、この夏発売ということなんですけれども、この日にですね実はもうちょっと詳しい発表ができることになっています。これも皆さん楽しみに来てくださいね。こうしてですねビッグサイトで開かれるアニメフェアですが、皆さん一般デーというのが27日と28日の2日間になります。この日はですね大人1000円、中高生、500円、小学生以下は無料ということでですね自由に入ってきてですねご覧になることができます。朝午前10時から夕方6時までの開催です。ぜひですね、今週末は東京国際アニメフェアに来てください。待っております。